はいどうも、ヨネズケンシです。というのは、そで、収益自動化くんのタツミンです。えー、今はですね、27歳で、ネット上にね、えー、仕組みを作って、売り上げがね、自動で上がるようにして、で、好きな時に、えー、好きなドラムを叩いたりとかしてます。でですね、そもそもそんなことってできるのかって、あなた思うと思うんですけど、えー、できますと。 なので、えー、今日は、えー、ちょっとね、長めにはなるんですけど、このね、えー、僕がやってる仕組みっていうのはどんなものなのか、どうやって作ってるのかっていうことを、えー、ご説明しますので、えー、しっかりとね、メモを取って最後まで見ていただければなというふうに思います。ではね、スタート。 はい。ではね、解説を始めていくんですけども、その前に、もうそもそもこの動画最後までみんなめんどくさいよとか、えー、まあ見なくてもモチベーション欲しいよとか、自動化他にも学びたいよっていうあなたはですね、えー、このね、え概要欄から公式 LINE に登録してもらったりとか、概要欄から Twitter をフォローしてもらったりとか、いや、そもそもチャンネル登録をしてくれ。 はい。よろしくお願いします。はい。ということでですね、今日は話することを、えー、解説していきますが、そもそもですね、自動化って何なのかっていうところから、えー、お話をしていきたいと思います。はい。で、二、えー、つ目が、タツミはなぜ労働を、えー、ほぼしてないのかっていうこととか、 で、どんな流れで売り上げが上がるのかとか、忘れちゃいけないことを学んでおいて、損がない分野とは何なのかっていうね。まあ、この5がね、一番大事なので、この動画最後までね、見るようにしてください。逆にね、この動画最後まで見ないと、しっかりとこう自動化の仕組みを知ることができないので、まあ、仕組みを作るとしてもね、失敗してしまうので、なのでね、最後までちゃんと見るようにしてください。ではね、解説をしていきたいと思います。 ではですね、そもそも収益の自動化とは何なのかっていうことなんですけど、自動化って何だと思いますかはい。こちらです。はい。働かなくても売上が上がる仕組みっていうのを、えー、自動化と呼んでおります。で、えー、まあ、わかりやすいのですね、自動販売機を想像してもらったらめちゃくちゃわかりやすいと思います。 というのも、えー、自動販売機って言ったら、こう街中にね、こう、どんどんと置いてあってで、そこに通行人が通って、チャリンチャリンってね、お金を入れてくれて、その代わりに、えー、飲み物が出てくるっていう仕組みになってるじゃないですか。で、その自動販売機って、えー、別に自分が、えー、その自動販売機の横に立ってなくても、えー、全然売れるわけじゃないですか。はい。なので、えー、まあね、そんな感じで想像してもらったらわかりやすいと。で、 えー、それをね、えー、ネット上に落とし込んだものが自動化だというふうに僕は呼んでおりますと。はい。で、えー、そもそもですね、自動化をすると好きなこととかやりたいことに時間を消費できるので、 めちゃくちゃ自由になれるんですね。はい。時間の自由を手にすることができますと。はい。フリーランスとかなったら、基本的に、あのー、まあ、時間にね、まあ、縛られてしまうというか、自分で働いてないと、え、売り上げが上がらないっていう状態とかね。まあ、サラリーマンの方もそうだと思うんですけど、体壊して、働けなくなって、解雇されてしまったら、え、もう全然ね、あの、お金が入ってこないっていう状況になってしまうんですけど、そうではなくて、仕組みを作ることで、好きなことやりたいことに時間を消費できるので、めちゃくちゃ自由になれるということをね、 分かってほしいだから、えー、自動化ってみんなやってほしいんですよねはいしかもこれねみんなねあの自分にはできないんだって思いがちなんですけどこれ誰にでも作ることができる時代ですはい不思議ですよね誰でも作ることができる時代なのでしっかりとね最後まで聞いていってほしいなと思います、えー、じゃあですね次自動化には2つの種類が存在するということなんですけども これはですね、人を使った自動化が一つ目で、ネットを使った自動化が二つ目になります。はい。ではですね、えー、そもそも人を使った自動化っていうのはどんなものかっていうとですね、まあ、会社を想像してもらったらわかりやすいんですけど、こうやって営業さんとか、事務員さんとか、 いらっしゃったりしますよね。あと経理部門とか人材部門とかね、人材教育の部門もあれば、雇う部門もありますよね。とか、あと開発部門、エンジニアさんとか、プログラマーさんとかね、いろんな方がいらっしゃいますと。はい、そういうね、会社みたいな組織。 とかが、えー、人を使った自動化っていう風にね、言えます。はい。例えば他にも、えー、飲食店とかにアルバイトの方を雇って自分はオーナーとしていろんな店をね、持つっていうことをね、したりとかしたら自分が働かなくてもお金が入ってくるっていうことじゃないですか。なので、えー、そういうね、えー、人を使った自動化っていうのは、まあ会社だったりとか、まあ飲食店だったりがそういうことですっていうことですね。で、えー、そもそもその人を使った自動化にもリスクは存在しますということなんですけども、これはどんなリスクかと。 はい。えー、まず一つ目ですね。ちゃんと動いてくれない人が出てくるというリスクですね。えー、ちゃんと動いてくれないっていうのは、もうお金だけもらって、まあなんか生活だけできればいいや。別に仕事なんて何でもいいや。会社のためにならなくても座ってればいいやみたいな。窓際族みたいなおっさんとかいるじゃないですか。そう、そういうのが、えー、ちゃんと動いてくれない人ですね。まあ、こういうやつを雇ってたら、あの全然ね、 あの、会社の売り上げが上がらなくて、結局赤字になっちゃうっていうことが出てくるので、まあこれもリスクですね、と。はい。他に人材としての能力が不足していて売り上げが上がらないという事態がね、発生します。これはまあ必死に頑張ってくれてはいるんだけど、なかなかやっぱりセンスがないというか、まあセンスがちょっと足りなくて、まだまだ、 売上を上げたりとかできない営業さんとかがやっぱりいらっしゃるわけなんですけど、まあ、そういう人たちを雇ってることによってやっぱり固定権もかさむということでですねまあねそういう人材として能力が不足していて、まあ、売り上げが上がらないというリスクもあったりしますとはい次ですね能力をつけたら独立っていうねのしてしまう可能性があるこれが非常にまあこの可能性が高い時代になってきていますと はい。どういうことかというと、営業さんとか雇ってて、まあ、その人単体で、え、年にね、2000万、3000万とか、1億とか売り上げるような営業マンに育ったとしますと。そしたら、自分で1億売り上げたら、普通に、自分に、えー、ほぼ1億ぐらい入ってくるわけなんですね、普通は。でも雇われてると、1億売り上げようが、コミッションが100万とか。 ね。え、それぐらいにも満たないぐらいのね、え、金額になったりとか、ボーナスがちょっとプラスされるぐらいで終わってしまったりするんです。これが企業なんですね。じゃあ自分でやった方が売り上げ上がるじゃん。まあ自分にお金入ってくるじゃんっていうことに気づいた営業マンの人は、その会社から辞めようっていう考えを起こすわけですよね。で、独立してしまうわけです。だから、そういうリスクもね、え、ある時代ということを理解してほしいなということですね。で、え、裏切りとか引き抜きのリスク。これどういうことかというと、うちの会社来ないとか、 みたいな声かけが、成績い,い営業マンとか、成績良くて、まあ、人柄もいい人とかにはね、えー、来るっていうことなんですけど、そしたら自分の会社が、まあ、あんまりいい環境ではなかった場合に、その、もっといい環境の会社に行こうとするわけなんで、はい、えー、どんどんね、えー、抜けて、そっちに行ってしまうとか、えー、引き抜かれてしまうというリスクがあったりしますと、はい。 あと、こまめなマネジメントとかメンテナンスが必要だったりするっていうのは、これ人間を雇ってるので、あの気持ち的に、まあ、落ちてしまったりとか、まあ、家族に問題が出てきたら、もうやる気なくしちゃう人とかいるわけじゃないですか。そしたら、その、え、職員さんとかを、まあ、相談に乗ってあげたりとかね、面談してあげて、え、マネジメントをする必要があるわけなんですね。もしくは、そのメンテナンスをね、え、必要とするっていうことなんですけども、まあ、こういったね、え、リスクとかがあったりしますと。はい。 で、あと、維持コストがかかってきますね。はい。固定給で雇った場合なんですけど、これ月に、ま、20万円ぐらい、え、一人につき払ってたとして、ボーナスを、え、ね、100万ぐらい渡してたとしますと。そしたら、え、だいたい240万、プラス100万だったら、340万ぐらいの一人当たりのね、費用がかかってくるというわけなんですね。そしたら、それを100人雇ってたらどういうことかというと、だいたい人件費だけで、3億4千万かな はい。多分3億4千万ぐらいかかるんですよ。はい。それぐらい維持コストがかかるっていうわけなんですよね。はい。これが人を使った自動化のリスクっていうふうに、えー、分かってほしいんですね。はい。ただ、まあ、ネットを使った自動化になるとどうなってくるのかっていう話なんですけども、そもそも、えー、ネットを使った自動化っていうのはどういうのがあるかというと、こう、ブログアフィリエイトとか、アドセンス広告とか、 え、メールマガジンとかを使ったね、え、アフィリエイトとかもそうですけど、あと YouTube の、まあね、広告収入とかもそうなんですけどね。はい、あと LINE をステップ化したりとか、まあそういうお話になってくるんですけども、そもそも自動化ね、さっきは人を使ったら結構リスクがありますよっていうお話ししたんですけど、ネットを使った自動化に関してはですね、これなんですよ。はい。 絶対にサボらないし、24時間働き続けてくれる。これはどういうことかというと、えー、さっき、そのね、えー、全然働いてくれない窓際族みたいなおっさんがいる会社ってあるって言ったんですけど、そういう人が出てこないんですよ。 なぜかって言ったら、そのネット上のやつっていうのはさ、人じゃなくてシステムなので、そもそもね、心とかがないし、モチベーションとかで動かないんですね。だからサボらないし、えー、しかも寝なくてもいいから24時間働き続けてくれるっていうことなんですよ。あと、えー、能力に波がなくて一定した仕事をしてくれる。これもね、えー、機械なんでね。はい。えっ、ー、と、自分のコピーみたいな人を作って、それを量産するだけでですね、えー、ずっとこう高い水準で仕事をしてくれるっていうことなんですね。 で、能力が高くても自分のために、えー、ずっと動いてくれるっていうのは、これ引き抜きとかのリスクがさっきあるって言ったんですけど、そういうのもなくてですね、自分のために本当にどんだけ能力が高くなってもずっと働き続けてくれるっていうことなんですよね。これもめちゃくちゃいいじゃないですか。はい。 で、あと絶対に裏切らないし奪われない。これはね、えー、自分が作った仕組みっていうのを、えー、他社にね、別に販売とかしない。まあ、M&A みたいな感じで、えー、売らない限りは、えー、ずっとですね、自分のために動き続けてくれるし、えー、もう働くの嫌やとか言って辞めたりもしないわけなんですよ。だから、えーまあ、ネット上にね、仕組みをる作ると裏切られないし、奪われないっていうことなんですよね。 で、あと、マネジメント不要、メンテナンスも少しで OK っていうのは、これネット上に仕組みを作ると、まあマネジメント、これ心のケアとかはしなくていいわけですよね。やっぱり、えー、ネット上のシステムなのでね。で、メンテナンスっていうのは、まあこれ例えばステップメールとかを使ってて、こう時代のね、流れに合わせて稼ぐっていうワードをあんまり使わない方が良かったりとか、そういう時期が出てくるんですけど、まあそういう時は、そのワードを削ったりとか、 え、いじったりとかして、まあ、メンテナンスする。これだけで OK になってくるっていうことなんですよね。はい。もちろんね、楽ではないですけど、まあ、メンテナンスね、え、ちょっとするだけでいいわけなんですよ。だから、人を、こう、ね、あの、相談乗ってあげたりとか、そういう労力よりは全然マシっていうことですね。えー、維持コストが、えー、すごい、極小なんですよね。 はい。これはですね、月1万から3万円程度。例えば、えー、LINE だったら配信するのに、えー、一番上のプランで1万5千円と、あと L ステップっていうのを使ったら2万円ぐらい、月2万ぐらいなんで、3万5千円ぐらいとかなんですよね。はい。それぐらいの維持コストで、えー、まあ、ネット上にね、仕組みを雇うことができるっていうイメージなんで、まあ、人みたいにね、月15万とか20万とか払って、人生を背負わなくていいっていうことなんですよ。だから、すごい楽。はい。 え、維持こそがかからないっていうのが、これメリットなんですよね。はい。こういうのを使って、えー、自動化をね、進めていってもらえたらなというふうに思うんですけども、そもそもタツミンはですね、その、ね、ネット上に仕組みを作ってるっていう話をしたんですけど、DRM っていうのを自動化してますと。で、DRM っていうのは何なのかっていうと、このダイレクトレスポンスマーケティングっていうものが DRM のことですね。はい。 で、えー、そのダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは何かというと、その顧客にアプローチして、えー、返信があった人に対して、えー、直接的にね、えー、商品を販売するマーケティングの手法になりますと。はい。えぇ、ー、まあ、例えば LINE とか送って、えぇ、ー、まあ、買いたいですって言ってくれたりとか興味ありますっていう人に対してアプローチして、で、そういう人に直接商品を販売するっていうことをする。はい。そういう手法になります。 で、僕がやってることは、どういうことかというと、そのダイレクトレスポンスマーケティングっていうのを自動化してるんですけど、やってることはこれだけですと。はい。ツイッターで発信する。はい。これだけなんですよね。え、どういうことっていうことなんですけど、まあこれはね、えー、後で解説しますので、後ほどお楽しみにね、えー、してください。ツイッターで発信するだけで稼げる怪しいと思うかもしれないんですけど、これガチなんでね。はい。なので、えー、この先も聞いてください。 はい。ではですね、次。えー、なぜ1日の労働時間がたった1時間でいいのっていうことなんですけど、僕は1日にお金を稼ぐためにやってるのはツイッターだけと申しましたけども、それすらも、えー、ツイッターの投稿予約をするだけで、えー、終わってるんですね。なので、1時間しか作業しなくていいっていう感じなんですね。で、えー、それはなぜかというと、こう仕組みが勝手に動いてくれるからなんですね。 はい。僕が今体調を崩したとしても、ネット上の、えー、雇ってる、えー、システムたちは、まあ、勝手に動き続けてくれてるし、はい。 で、それ、もう、そもそも、その、集客、教育、販売っていう、えー、その、まあ、ビジネスではね、一番、ね、必要な過程なんですけど、売り上げを上げるためには必要な過程なんですけど、それも、も、え、う、ー、全部しネット上に仕組みとして置いてしまってるから、その仕組みがね、全部勝手にやってくれる。だから、えー、僕は、まあ、フリーランスなんですけど、まあ、もうすぐ会社を立てますけどね。なんですけど、今ね、えー、労働時間はだいたい1日1時間とか、そんな感じです。で、他にやってることがあるとすれば、常に人に会い続けたりとか、 まあそのツイッターのね、フォロワーさんとかに夢を見てもらうために、いろんなね、活動をし続けてるっていうことぐらいです。はい。じゃあですね、まあさっきね、僕はそのツイッターで、えー、発信してるだけで物が売れるよっていう話をしたんですけど、どんな流れで売れるのかっていうことをね、解説していきたいなと思うんですけども、まあこちらですね。はい。まずこんな感じです。えー、 まあね、この内容に関してはちょっと別動画で、まあ僕、収益自動化くんなんでね、解説をしていきたいと思うんですけども、えー、流れとしてはですね、ツイッターや YouTube で発信をしてますと。そしたら、えー、認知をしてくださいますと。なら、次、えー、日々の発信を見て興味を持つわけですよね。えー、この人、どういうことをしてるんだろうとか、どんな人なんだろうとか、人となりを知りたいなと思ってきたら、 次に、えー、もっと知りたくなって、ブログを読み始めるわけですね。ブログ読み始めたりとか、まあ、YouTube に来たりする場合もあるんですね。Twitter から。はい。そういう場合もあって、えー、その人を知ろうとするわけです。そしたら、まあ、この人はこんな、あの、人生を歩んできたんだとか、こんな失敗をしてきたんだっていうところに、共感を覚えて、ファンになってください,います。はい。そしたら、えー、まあ、僕がやってるんだったら、LINE に登録してもらえるわけですね。 はいで。概要欄にあるんでね、えー、登録してみてほしいんですけど、はい。そしたら、LINE でコラムが流れてくるわけなんです。はい。えー、ぶっちゃけちゃうんですけど、コラムを読んで、えー、読者さんはね、みんな学んでいくわけですね。そしたら次、企画のセールスがね、えー、流れてくるわけなんです。はい。でね、えー、セールスがあったら、まあ、この人のこといいなと思ってるし、この人からだったら学びたいなと思ってるから、だから制約するわけなんですね。はい。商品が売れますと。この流れなんですよ。っていうか、 この流れだけなんです。僕がやってんのは。で、それを若干、えー、図解にしたら、こんな感じですね。はい。この感じです。で、え w ツイッター、Twitter、で発信と。で、興味持った人がブログを読みに来ると。で、公式 LINE に登録、コラムで価値観が、えー、書き換わっていくと。で、オファーが来ます。制約ですと。まあ、このね、えー、図とかを、えー、ちょっと一回ね、スクショとかして、え残しとくと、流れがわかりやすいので、えー、いいかなと思います。本当にこの流れだけなんでね。 はい。これを、えー、DRM の、えー、自動化と呼んでまして、えー、そもそも普通はツイッターで発信してブログ読みに来てくれて公式 LINE 登録してくれた人に自分で え何かしらメッセージ送ったりとか、コラムを書いて、発信とかをして、で、そこでオファーを流してね、制約するっていうのが普通なんですけど、それをね、僕はそのツイッターをやるだけでいいようにえ仕組みを作っていますということなんですよ。これすごい楽チンです。はい。だからしっかりと学んでほしいんですけど、学びたい人はえ概要欄から LINE アットに登録したりとか、ツイッターね、フォローしてくださったらいいかなと思っております。 で、えー、これをやるにおいてですね、ちょっと忘れちゃいけないことがあるんですね。で、そもそも、えー、最初、みんな楽しようとするんですけど、楽しちゃダメなんです。はい。楽しようとしないことですね。はい。これめちゃくちゃ大事なんで覚えとってください。えー、まずですね、売上を自分の力で立てて、流れを理解しろっていうとこですね。最初から自動化するのではなくて、えー、僕もそうなんですけど、え、ビジネスを始めて今3年半になるんですね。ただ、えー、まあ、その3年間。 ずっと、まあ、自動化で生きてきたわけではなくて、2年間ぐらいは、 え、ずっと、その自分で営業したりとか、自分の足とかで稼いでたんですね。とか、え、ラインアットで自分で発信したりとか、お客様と一人一人コミュニケーションを取って、それで販売したりとか知ったんですけど、それでセールする力とか、え、コピーライティングとか、そういう能力とかね、心理学も学びましたし、そういうのとかも、え、全部経験を積んだからこそ自動化できただけなんで、え、まずですね、自分でえ楽しようとせずに、売り上げを自分の力で、え、立てて、 えー、まあ、どういった流れで人は物を買うのかっていう流れを体感ベースで理解するようにしてください。でですね、えー、次、物を売るではなく、お客様の悩み解決をした結果お金が入ってくるっていう基礎基本ね。この考え方をまず、えー、押さえてほしいんですね。どういうことかというと、そもそも、えー、お客様っていうのは、その、売られたら嫌なわけなんですよ。 でも、必要なものは買いたいわけなんですよ。逆に言えば。なので、えー、そのね、お客様が求めてる何かというと、えー、悩み解決なんですね。はい。あの何かを買いたいというわけではなく、その買った先に、こういう体験があるとか、こういう楽しいことがあるとか、日々のストレスが発散できるとかね、そういう、まあ、新しい体験をしたいとかみたいな、えー、こう、面白いことないかなっていう時に来る、こう、悩みのね、えー、解決方法とかを買いたいっていうことなんで、 えー、そもそもですね、売るんではなくて、えー、悩み解決をするっていうのを、えー、まあ、基本ベースでね、考えて、やっていかないと、まあ、商売は成り立たないよということを忘れないでください。なので、最初から投資に逃げたりとか、なんか楽しようとしてね、えー、詐欺商品みたいなやつを、え、買ってしまわないように。はい。これだけはね、え、しっかりと、 えー、押さえておいてほしいです。で、基礎基本とかを学びたかったら、僕の LINE アットとかに登録してくれたら、もう勝手にね、毎日コラムとかが、えー、流れてくるので、そこで学んでいただければな、というふうに思います。ではですね、えー、最後、えー、これめちゃくちゃ大事なことをお話しするんで、えー、見てほしいんですけども、学んでおいて損がない分野とは何なのかっていうところをね、お教えしますと。はい。これです。ちょっと大枠をね、見せますけども。はい。えー、心理学、ライティング、 マーケティング、セールス。はい。これです。自動化を、えー、する上でというか、まあネット上でビジネスをするんだったら、えー、こういったことを、えー、学んでくださいねということなんですけど、まあおすすめ動画もね、えー、ここに、えー、出しとこうと思うんですけど、えー、まあネット上でね、稼ぐために必要な知識とはっていう動画をね、あ、えー、げときますので、そちらも見といてください。そちらで詳しく解説はします。で、えー、分野。 っていうのは、この心理学とライティングとマーケティングとセールス、この4つさえしっかり学んでおけば、まあ困ることはないです。あと、人間的なね、所作とか、そのマナーの部分ですね。そういうところをしっかりと押さえとけば大丈夫ですと。じゃあ、えー、まあそもそも、どんな本とかで学んだらいいんだっていうことを、まず気になると思うんで、1つずつね、えー、教えていきますと。ここにある本をね、しっかりと読んで、行動することが大事ですね。 読むだけで終わってる人が多いからこの世はね、えー、成功者が少ないと。 ま行動をね、し続ける人が少ないから、まあ成功者が少ないということなんですけども、まあ、この本読むだけじゃ意味がないです。だから、読んで、あの、ちょっとやってみたけど、結果が出なかった、お前、ほんまふざけんなよ、詐欺しめ、みたいなことを言ってくる人が、まあね、いたりとか昔はしたんですけど、まあそういう人はね、あの、やってないだけなんですよね。はい。この、えー、つけた知識っていうのを活かせてない人がめちゃくちゃ多いと。はい。だから、えー、今から言いますけど、ここにある本ね、全部、 えー、買ってほしいんです。買ってほしいんですけど、えー、しっかりと買った後に、やるようにしてください。はい。なのでね、えー、まあ、今言ったことを、しっかりと脳みそに突っ込んだ上で、えー、こっから聞いてほしいんですけど、じゃあ、 えまず、心理学は何で学べるのかっていうことなんですけど、心理学とかは、あの、普通にネットで調べたら色々と出てきます。行動心理学って調べたら出てくるんですけど、えー、まあその他に、この本一冊読んどけばいいかなっていう本が僕の中ではあって、それが、あの、メンタリスト第五さんの、人を操る禁断の文章術っていう本なんですけど、これ実はライティングの本なんです。ライティングの本なんですけど、心理学を応用してあるので、 まあね、えー、人はこういう時にこういう気持ちになってこういう行動をするっていうことが、えー、しっかりと書いてあるので市場におすすめです。まずね、えー、これを買ってみてください。この本僕も今でも読んでます。はい。2年前ぐらいに買って今でも読んでます。で、次、ライティングの本なんですけど、これも、えー、と人を操る禁断の文章術ということで、えー、これもぜひね、読んでほしいんですけど、 えー、もう一つ、ザ・コピーライティングっていう本もあります。ちょっと分厚い本なんですけど、これはメンタリスト大悟さんが、えー、おすすめしてた本で、えー、実際読んでみたら非常に分厚いんですけども、基礎基本とかからもう応用まで全部書かれてるようなもう了書でしたので、えー、ぜひ、えー、読んでもいてほしいなと思います。あと、マーケティングをね、えー、学んでほしいんですけど、マーケティングに関してもネットで調べたりするのもいいですが、このシュガーマンのマーケティングの30の法則っていうのは、実際の事例とかを元に、えー、実体験ベースで、えー、お話をされて てたりとか書かれてたりするので非常にね勉強になりますし自分のビジネスにも応用を効かせやすいというか疲れやすいのでぜひねこの本でも学んでみてほしいですで最後にですねこれセールスの本ですね一つ目が営業の魔法という中村真嗣さんという人の本なんですけど僕はこの本読んで300人ぐらいに営業して失敗してでその300人失敗した時にこの本の内容が非常にね腹落ちしたというか あの読んで実際にね300人あって営業してみて失敗してみてああこの本に書かれてたのはこういうことだったんだっていうのを理解してからですねその後もう営業の制約率がもう10倍ぐらいに跳ね上がってですねあの最初0%だったんですけど、まあ、300何件目ぐらいにようやく1人とか2人とか決まるようになってで、えー、その後に。 えーまあ、このね、えー、本に書いてたことを理解した結果、まあ、今は、えー、最後にセールスしたのってもう1年ぐらい前にはなるんですけど、えー、その時に、まあ、10人にセールスして10人とも買ってくれましたと。制約率100%を達成したわけなんですね。なので、その営業の、えーまあ、本質というか、まあ、そういうところをね、しっかりと学ぶことができますし、そ,のそもそも飽きないというか、その、えー、と商売のですね、 えー、基礎基本のことが、えー、よくわかる本になってますので、えー、まずねこれは買ってみることをおすすめしますで、えー、テクニック的な話が欲しい人もいると思うのでそれはこの3ヶ月でトップセールスになる質問型営業最強フレーズ50みたいな本があるんでね、えー、これも非常におすすめなので、えー、実際にね、えー、営業トークとかを、えー、もっともっと磨きたいという人とかは買ってみるといいかなというふうに思います はい。ではですね、自動化については、まあ、ちょっと浅いんですけど、全部、えー、解説してみましたと。でね、えー、他の動画とかでも、えー、僕の自動化してる方法とか、えー、失敗談とかいろいろお話ししてますので、ぜひチャンネル登録はね、今してほしいんですけど、まあこれね、 え、動画を見るだけじゃ本当に意味ないので、ま、あいろんなね、僕のブログを読んだりとか、まあ、ツイッターに載ってるんでね、見てほしいんですけど、そういうところから研究をしてほしいんですよ。どういう感じで集客して、どういう感じで教育して、どういう感じで販売してるのかみたいなところをね、しっかりと盗んでほしいわけです。僕は、うさんくさいことは言いません。 はい。あの、楽してね、稼げるとか、まあ、1日10分で、こんだけのことができるんだよとかね、そういうことは言いません。最初に、努力をして積み上げたからこそ、ここまで来れてるわけなんで、えだからこそですね、今からでも遅くないんで、将来の不安を抱えてる人だけですね、えしっかりと行動していただければいいと思いますので、えここからですね、 まあ今日をね、えー、きっかけにするでもよし、まあ今までくすぶってた人もね、えー、しっかりと学んでいただければなというふうに思います。はい。ではですね、えー、今回ね、長くなったんですけども、たくさんメモ取っていただけましたでしょうか。はい。えー、内容は以上になりますので、えー、他の動画とかもね、しっかりと見てくれるようにお願いします。ということで、以上になります。ありがとうございます。